皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和馬と申します。本日はですね、海外のキックスターターのイノベーティブな商品の方をご紹介させていただきます。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速本日のコンテンツ方法を始めていきたいと思います。キックスターターの案件をご紹介させていきまして、シャワーパワーという商品でございまして、この商品はですね、シャワーに取り付ける Bluetooth スピーカーと一言言えばそういうことなんですけども、シャワーを浴びている時間ですらもですね、自分の好きな音楽を聴きましょうというですね、ウォータープルーフのスピーカーというものが今回の商品になります。非常にイノベーティブで、またこれも面白い商品だと思いますし、どんなシャワーヘッドにもですね、簡単に取り付けることができるようで、 Bluetooth で皆さんの自分のスマホと連動するので、部屋にスマホを置いたまま音楽を聴くことができるということができるようになります。面白い商品ですので、ちょっと一緒に見てみたいと思います。このねメーカーさん、実は僕CES とかでお会いして、一度ね我々のチームの方でクラウドファンディングもしたことがあるメーカーさんで、非常にねイノベーティブな商品ではございます。 Water. For thousands of years, humans have harnessed the power of water. Now, we've taken hydropower and turned it up to 11. We're Ampere, and this is shower power. こういう感じで、音楽が鳴るという感じですね。 Shower power is a waterproof Bluetooth speakerThat installs easily onto your existing このように簡単にね、どんなシャワーヘッドでもつけられるということですね。So you'll never be without your favorite music, podcasts, and audiobooks. ポッドキャストとかオーディオブックとか、シャワー浴びながら聞けるというのがポイントです。You might as well put that water to good use. Our hydropower system works like a water wheel. この社長さんね、よく話すんですけどね、非常にイノベーティブな方で、いろんなものをこう組み合わせて、シャワーと音楽とかね、ワイヤレスチャージャーとスマホとか、既存のものと既存のものをこう合わせてですね、なんか面白い新たな価値というものをね生み出すっていうのがね、結構目指しているようなもので、作られたプラスチックを使ってできているようなものですので、このねシャワーパワー1つ作るのに15個のねペットボトルを再生利用しているという、エコにもフレンドリーな商品となります。これ今キックスターターで約1400万円ぐらい集まっていて、残り45日ありますので、多分これ3000万4000万ぐらいとか集まるんじゃないかなと思ってます。なので、もしねこういった商品ですね、面白いというふうに思えばですね、連絡をしていって日本で販売してみませんかというところをですね話していくっていうのがですね、ありだと思います。今日はですね、シャワーパワーというですね、シャワールームで聞ける Bluetooth スピーカー、それをご紹介していきます。で、再生のプラスチックで作られた商品になりますので、エコにもフレンドリーであるというところがポイントとなります。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.